よくありがちなんですけど、こう、すごい早く行きやすいところで、で、でてれん、でてれん、でてれん、でかーん、でてれ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 ん、でかーん、でてれん、でかーん、でかーん、でかーんっていうふうに、今度それに加えていくんですよ、歌を。例えば、でんでてれん、でてれん、でてれん、でかーん。加えていくんです、うん、そんなちょっと速くなったリズムが曖昧になったりする。角度をちょっと変えました。長谷川さんこう角度つけてるとこう弾みにくいので、ちょっとだけ平行にさせてもらいました。そうするとこうなると前はこういう、そうこうなったわけでね。そうでどういうこと起きるのかな。あの例えば3つとか弾みやすくなりますわ。これの方が弾みにくい。もう一個手としては、リンガリンっていうふうに回す方法。横ですね。逆の方です。そうで、リンガリンって戻ってきます。リンガリンって戻ってきます。それも表現です。そのね、特に速い曲の場合は、縦でこう、いけるもん。こう、円を描く、ここで。長谷川さんが見たら逆ですけど、こう。そういう形でドラマもいます。円をこうじゃなくて、こう。そっちをやる。そうすると裏拍でここに当てるっていうイメージが強くなります。ダンデデダンデデダンデデ移動しすぎですわ。この範囲ぐらいでやって、もうあこれすいません。今録音された、はい、このぐらいの範囲です、ね、パイステのマークぐらいでね。そう、ワンツー、ちょっと山が見えます。いきますよ、ワンツースリーフォーって、この山が、弾んでる山です。バウンズしてる山、これを見えるように見えますか、山。三つ山見えますね。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー。これ、バウンズしてるんですね。で、これ、早い曲も一緒。ワン、ツー、スリー、フォー。この三つ山が、だんだん小さくなってきます。こういうふうに。ゆっくりときのビーンガリンビーンガリン、これ山を見る。
範囲はだいたいこのぐらいですね、12から15ぐらいかなの範囲で、ここで行き過ぎないように、こういうふうにここで円回すよね。うん、こうやって見た方が分かりやすいかな。こういう感じですね。あの新体操のこういう分かります？こうやって回す新体操、なんかリボンね、リボンをこうやってやるイメージ。そう、リンガリンのリンが必ずここに来る。リンから始まる。リンガリン、リンガリン、リンガリン。めっちゃ転がる。っていうのも一つの映画です。はい、長谷川さんがやります。開いて話しましょう。少し分かりました。リンガリン、リンガリンのリンとガリンを分けます。ガリン、リン、ガリン、リン、ガリン、リン、ガリンっていうイメージで叩くんです。今までは3つでしたよね、リン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 、3つでしたよね。それを、テンポが遅いので3つって考えられないので、ワン、サン、ハイ、ウン、リン、ガリン、リン、リン、ガリンが長崎です。ガリン、リンは普通にいただきますけど、リン、ガリンは長崎です。ガリン、ガリンですよ。わかります？リン、ガリン、リン、ガリン、リン、ガリン。で、これを120っていうテンポ。120。もう一回テンポ。ワン、ツー、サン、ワン。
もうちょい100か。きついな。きついです。リンとガリン分けます。ワン、ツー、スリー、フォー。リン、ガリン。リン、ガリのガのところをリン、リン、リン、ガ、ガ、そのガのところを三連符で捉えるのか16分符の裏で捉えるのか、あ、分かります？で三連符だとワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ワン、ツー、スリー、フォー、タタ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 やるのか16分音符系、要するにガリン、リン、リンを長くしてガリンを短くする、そうすると、うん、リンガリン、リンガリン、リンガリン、タカタタタカタタタカタタ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 、うん、早くなればなるほどそちらに近づく、ね、で遅いほどさっきは三連、そうそうそう、あ違うか反対か、あのいや早いのと遅いのと三連に近づくのはあまり意識しなくていいんですけど、うんうん、まあとにかくその、うん、遅い曲っていうのはその三連符系がみんな日本人大体三連符系になるんですよ、みんなね、ところがそのちゃんとしたレコード聞くと、うん、昔のしたレコード聞くと結構16分符系が多いんですよ、うん、タカ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 、どっちでもリンとガリンを分ける、うん、リンガリンリンガリンリンガリン、これがリンガリンってなるのよ、ガリン、そうリンガリンリンガリン、どうしても山を作ってリンガリンリンガリンってこう3つの山を作ります、うん、そのガリンのタイミングをリンリンガリンリンガリンにするのか、リンリンガリン種付けにするのか、まあ、それはもうそれぞれ、うん、そうするとブルースっぽい感じだわ、そうね、うん、ブルースだね、そう、これもしさ、明るい感じの曲だったら、うん、16分符系が多いです、うん、タカ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 タガリンリンガリンリンリンが長くてガリンの短い、リンガリンリンガリンリンガリン、最初は3連符でやってくるといいから、we'll be right back.
全然いいですよ。そうですか。そうするとあんまり早い中間しないね。それなんですよ、それがポイントです。だから今までは1、2、3、4ってやってたから、1、2、3、4、5、6、7ってやったから早いんですけど、今はディーン、その裏拍しか数えてないから、1、2、3、4、1、2、3、4、そんな無茶早いっていう感じしないですよ。そうだ、それが大事なんですよ。だから早く感じませんよね。ええ、感じない。長谷川さんこのシンバル聞いてて僕早く感じないんですよ。ええ、感じない。それが大事なんですよ。だからこれが早い、どうしても1、2、3、4って数えちゃうと、そうそう、1、2、3、4、5、6になっちゃうんですけど、そうすると早く聞こえるんですね。じゃなくて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、92、
そんな感じないですよ、ね、そう、それがポイントなんですよ。でも、あの、でも手が偉くなったりするので、うん、まあ、四分音符混ぜたりすればいいんですけど、でも、でもそれがポイントなんです。だから早い曲ほど急いでやるんじゃなくて、早い曲ほどなんかゆったりやるイメージなんですよ。ああ、痛いね。そんな速いっていうか、三拍ってもそんな速くないんだよ。慣れてましたね。うん、これ204拍を中心に考えてるので、実際150っていうテンポで、うん、半分に減った150テンポで1234ってやってるようなイメージです。ああ、そうかそうか。拍の頭からですけど、タカダンタカダンタカダンってやできれば、うん、300でダンできるはず。空振りなしでもう普通にバーン。それが